日本東京都板橋区上板橋上板橋は東京都板橋区の町名。現行行政地名は上板橋1丁目から上板橋3丁目。全域で住居表示が実施されている。郵便番号は174-0076。板橋区の南西部に位置する。北で若木及び一部で、中台、北東で時は台、東で、東新町、南で桜川、西で。 練馬区近と隣接する。政変をもって、板橋区練馬区く境を形成する強小な町域を持つ。上板橋駅南口付近は商店街が形成されているが、多くは住宅地が占めている。再開発事業が予定されており、超高層マンションが建設される。町域の北部を東武鉄道の路線が東西に南辺を国道254号が走る。 町域内東部に上板橋1丁目、西部に道2丁目、鉄道線路以北に道3丁目が並ぶ。住宅地の地価は2015年1月1日の工事地価によれば上板橋2の14の18の地点で36万3000円平方メートルとなっている。上板橋は江戸時代初期に板橋村が上板橋村と 下板橋村に分村したことに由来する地名である。廃藩地県後1871年の浦和県から東京府に編入された時点において、上板橋村は現在の町域を生誕として、東は現在の大谷口まで、南は現在の練馬区小竹町、旭日川岡までの村域を有していた。1889年の市政町村制止工事も、 合併対象とはならなかったが、板橋区発足以降は、市区町村制度改定、市番整理、住居表示などが行われるたびに町域が縮小していった。旧条板橋塾の名主屋敷は、現在の弥生町に、旧条板橋村役場は、現在の東新町二丁目に置かれていた。現在の上、板橋一丁目から三丁目は、東武東上線上板橋駅周辺の地域という、 意味合いが強くなっている。上板橋の地主は、飯島や十郎、瀬田熊太郎、家主は、友山玄太郎などがいた。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。上板橋駅南口、ありがとうございます。